はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックでございます。本日は2024年の5月12日日曜日ですね。今日はですね、いよいよやってきました、こちらファンタジースプリングスのですねプレビューでございます。本日はですね、こちらファンタジースプリングスの魅力をたくさんご紹介していきたいと思います。はい、まずですね、ファンタジースプリングスの入り口くぐるとスプリングストレジャーというですねワゴンがございます。この新エリアの中で唯一のワゴンですね。ちょっとだけ見ていきましょうか。上の屋根のデザインがとっても可愛らしいですね。なんか荷物みたいのがいっぱい置いてあります。ラプンツェルとかね、あとはアナ雪のデザインもありますね。そして置いてあるのはカチューシャがメインでしょうか。たくさんの種類のカチューシャがあります。他にもハンドクリームとかね、あとはクールネックリングとかもありますね。この後暑いですからこういうの大事ですよね。そしてタオルとかもあります。サングラスとか帽子とかね、ぬいぐるみパッチもありますね。はい、ということで本日はスプリングストレジャーご紹介させていただきました。このエリアに入ってすぐありますのでね、ぜひいろいろ買ってみてください。それではジョマジでした。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白い参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。さらに特別な生放送が見たい方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それでは次の映像でお会いしましょう。ジョマジでした。バイバイ。